年末年始ですか？もう相変わらずですよ。まあネタ番組出て、うん、今年は特にね一本増えたんですよネタが。あ、そう、どこの？あ、例のあの日テレの、うん、あの大晦日から6時間ぐらいの特番やってたね。なってて、うん、今年の年末年始結構忙しかった。そういう意味で言うと。まあそうだ、まあいつもねネタ番組やってるから忙しいよね、うん、そういうネタ作りが。特に田中がコロナになったでしょ、うん、あとコロナじゃねえや、脳梗塞から始まってるんですよ。そうか、去年は1月に脳梗塞になって、くも膜下出血になって、で本当は5月ぐらいに、うん、いつもツーショットっつって僕らの1時間半の、うん、DVD のね、うん、漫才をやるんだけど、それがずれ込んだんですよね、うん、あの割と10月以降ぐらいに、うんうん、その時に年末年始のネタ作りのとこと重なってきてるから、うん、すごいあのネタネタネタのあれで、うん、で田中なんか鬱になっちゃって、あ、ちょっとパニックっちゃって、パニックっちゃって、うん、1ヶ月くらいうちでほぼ毎日、うん、仕事終わったらうちでネタ作り、終わったらネタ作りってやってたの、うん、じゃあもうあいつそういうのほらもう嫌だから、うん、あいつなんかさ何もやってなくてさ何もやってないことはないけど、ね、うん、でもなんかもう憂鬱でしょうがないんだよね。俺がだってネタ作ってんだよ、まあ、あいつは別に来てさおかしくてさいや何のお菓子選ぶかでも悩むのよ田中さん。悩んだりなんかしてやって、焼き鳥買ってこなかった時あったのね一回。お前ふざけんなよと。いやいい、知らんよ。じゃあリクエストしないよ。いやだから今まで買ってきてたんで焼き鳥を、それが突然焼き鳥買ってこない時期があって、でまだ1回ならいいよ、うん、その次の回も焼き鳥買ってこなかったの、うん、俺まあその時は我慢してたんだけど、3回目焼き鳥買ってこなかった時に、下手すらこいつもこの後一生焼き鳥買ってくるいや言えば買ってくるそんな大事じゃない。すごい不安になっちゃってお前さ焼き鳥俺好きなの知ってるよねみたいなさ、結構食うよねみたいな感じでいやほらあんま食べ過ぎると逆にもういいよ焼き鳥はってなるから、田中さんもローテーション考えてんのよ、この欲求が高まるように。違う、そういうんじゃないんだよ。次の日買ってきたんだけど、手羽先買ってきたんだよだけど俺ね、そのまた新しいネタを打つのにパソコンやりながらだけど、手羽先食えないじゃんっていう話でまた揉めて焼き鳥串ならまだわかるよ、手羽先お前指ベトベトどうでもええわ田中さんもあんたもどうでもええわまあ俺はそれなりに楽しいんだけど、ね、うるせえでそんなことを延々繰り返したの年末に、うん、でようやくツーショットのね、うん、本番迎えて、はいはい、まあようやく終わったんだよ、うん、でその後ほら取材とかさ、うん、その宣伝用に DVD の宣伝、はいはい、やるじゃない、で何社か来るじゃない、そうすると今回のツーショットどうですかみたいになるじゃん、うん、そう、まあこれを聞けば大体今年1年、うん、2021年がどういう年か分かるようになりますし、うん、みたいな宣伝だからさ、うん、言うんです、うん、田中さんいかがでしたかっつって、そうですね、まあ本当に辛いですみたいなさ、え、宣伝の場で、そうだよ宣伝の場でさ、まあ本当辛い1年でしたし、希望がないです誰がそんな DVD 見たくなるんだよもう取材のライターの人もさいや、まあまあまあ、でもどういう、やっぱり僕今年脳梗塞になったんです、うん、気使う気使うああすごい重い空気になっちゃって脳梗塞になっちゃって、まあそれでその時に初めてね死というものお前さDVD の宣伝の取材だよって俺は内心思ってる、ね、思うよそら、やっぱね死というものを一回こう認識しちゃうとやっぱりあいずれ死ぬんだうるせえみたいなこと特別手記を寄せろもやっぱり思っちゃうんですよねで今コロナじゃないですから、でカラオケもできないし楽しみが本当に一つもないですそんな1年でしたっていうわけで、来年の抱負とかどうですか、うん、
まあこう言っちゃなんですけども、落ちる一方です。皆さんこんなのちょっといやいや、そんなことないです。お子さんもいらっしゃいますし、あの来年はもっと楽しいこと、確かに今年大病されましたからあれでしょうけれども、来年はね楽しい年に なるんじゃないですか田中さん。いや今子供いるし、その子供の様子にもわーっと騒ぎますからね子供も、うんうん、だからそれも大変ですし、家帰ればそういうゴミ出しとかもやんなきゃならなくゴミ出しやんなきゃならなくて、でネタ作りすればこいつに怒られるじゃないですか、うん、で、あのだん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 そのスピードも弱ってきてますし、センスもなくなってきてます。もう長期休暇取れ南の島行ってこい。もうでもあのなんていうんですかね、一言で言うと光が見えない。もうやめてしまえ。そんなやつの DVD 見たくないわ。全く希望がありません。で僕ねこう言っちゃなんですけど、そのうち爆発するんじゃないかと思って。なんだよ爆発って。さ、記者の人心配になっちゃってさ、きっといいことありますよ最後帰るとき。お前が励ます側だよ。何励まされてるの。お笑いの DVD の宣伝なんだよって言ってさ、あいつに言ったんだけど、うん、そう爆発っていうのはどういう状態のことだ。俺も聞いたんだよ、 お前爆発すんの。爆発するってどういうこと。いやもういろいろ溜まって分かるだろうとか言うけど、分かんないよ何がって。もう最近さ本当に、だってお前んちじゃあネタ作り、家帰っちゃゴミ出し。それを並列するんだ。いやお前ちっちゃネタ作りゴミ出し、この繰り返しばっかりなんだよ。そんなことない。歌も歌えないんだよ俺。うるせえよ、カナリアみたいな言い方すんな。じゃあ歌を歌えば大丈夫なのかって。いやまあそうとも言えないけどっていう。でもね巨人だってね弱いしねって。関係あるか。お前さ本当にさ、テロリストじゃないんだから、巨人が弱くて爆発されたら俺とお前と一緒に入れないわって怖くて。本当だよ、巨人が負けると爆発するかもしれないやつと一緒に入れないよっつって。本当だよ、もうや野球ヒヤヒヤ毎日。でちょっと収まった、正月終わって。なんか最近ケロッとしてんね。